ブライトンの日本代表 MF、三笘薫、25、が8日放送のテレビ朝日系、報道ステーションで、昨年の FIFA ワールドカップ、W 杯カタール大会後初めてテレビ番組のインタビューに答えた。W 杯では一時、リーグ初戦のドイツ戦から得意のドリブルで相手 DF 陣を撹乱し、ジョーカーとして強烈な印象を残した。スペイン戦では、ラインギリギリの逆転アシストが三笘の1ミリと話題となり、世界中を魅了。しかし決勝トーナメント1回戦では、クロアチアとの120分死闘の末に突入した PK 戦で敗退。2番目に PK を蹴った三笘も相手 GK に止められ、試合後は涙を流した。三笘のインタビューは、報道ステーションの後、同日のアベマ、三笘頂点を目指すもので完全版が放送される。